2001年より大手運送会社、ユナイテッド、パーセルサービス社の子会社となっている。各店舗では、等の業務を行っている。アメリカ合衆国のザ・ UPS ストア及びんべ各店舗は、んべ社の許諾を受けた各フランチャイジーがそれぞれ、独立して、所有、運営している。それ以外の国においては、んべ社と契約を結んだ各国のマスターライセンシーが、 直接、あるいはそのフランチャイジーが店舗を所有、運営している。34カ国に合わせて5982店舗が存在しており、うち34程度はアメリカ合衆国内にある。1980年に創業され、1997年に企業備品販売業者、US オフィスプロダクト社の参加に入った。2001年には UPS 社の参加に移り、 後に同国にあった、ん店舗の大半が、ザ・ UPS ストアへと店名を変更した。ザ・ UPS ストアでの運送料は、基本運賃、フューエルサーチャージ、レジデンシャルサーチャージも含めて、UPS 一般料金以下にするよう、UPS 社により定められている。オプションとして、追加料金が適用される場合もあるが、多くの場合は、表示価格の範囲内に収まる。 ザ・ UPS ストアヤンベの店舗では、荷物の保険対象額100ドルにつき、通常1.25ドルマイナス2.50ドルを請求してくる。一方、UPS カスタマーセンターでは、通常100ドルにつき0.8ドルだと言明している。ザ・ UPS ストアでは、2007年11月より、パックシッププロミスと称する新サービスを提供している。このサービスは、 ザ・ UPS ストアによるプロの梱包を受けた荷物に1万1、紛失や破損があった場合の梱包、運送費用全額保証が自動的に提供されるものである。ほとんどの店舗において客の追加負担は少額または無料である。ザ・ UPS ストアの店員によって梱包されていない小包やこのプログラムに加入していない店舗から発送された小包は 損害の責任の遺憾に関わらずこのプログラムでは、梱包費用が保証されない。アメリカ合衆国以外の国では、カナダはインドに続き2番目に、ザ・ UPS ストアの店名を取り入れた国である。2005年の UPS 社発表によると、既存のんべフランチャイジーのうち95%が、店名をザ・ UPS ストアに変更したという。インドでは、 ジェットエアウェイズ社と同じ企業グループに属するジェットエアビジネスソリューションズプライベートリミテッドガザ UPS ストアのマスターライセンシーとなっている。日本では、んべ社と総代理店契約を結んでいた株式会社 MBE ジャパンが1989年12月にんべ第1号店を開店している。1998年8月には新たに 株式会社ファミリーマートによって設立された株式会社ンベジャパンが日本でのマスターライセンシーとなり店舗網を広げていった2005年11月同社はファミリーマート参加から事務機器販売業者オフィス24参加へと移っている2008年7月時点で日本にはンベが59店舗存在し等の業務を行っている レジデンシャルサーチャージマイナス住居区域宛て荷物にかかる追加料金 UPS カスタマーセンター UPS 社が自社で運営する発送受付拠点 UPS 持ち込み場所ユナイテッドパーセルサービスオブアメリカインクフランチャイズの案内株式会社ンベジャパン両ウェブページでの金表記よりただしンベジャパンのサイト内では 点名表記として、んべが多用されており、カナ表記は、ほとんど見られない。ABC、んべグローバル株式会社ンベジャパンより。ニュースリリース、メールボックスへとセトラ資料を株式会社ファミリーマート、2000年2月1日より。AB、UPS、会社の歩み2000から2007ユナイテッド、パーセルサービスオブアメリカ、インクより。 ザ・ヒンドー・ビジネス・ライン、オクトロク、2006ジェテール・ビジネス・ツービー、マスター・ライセンシー・フォー・ UPS ス・トア・イン・インディア。インターネット・エディション・ハット、日刊工業新聞1990年4月6日22面より、流通サービス新聞1998年9月25日1面より、AB、ムベ・ジャパン・遠隔、株式会社ムベ・ジャパンより、 株式会社ファミリーマート第25期優価証券報告書2006年48ページより、株式会社オフィス24第12期優価証券報告書2006年5月31日より、サービス案内、株式会社ンべ、ジャパンより、ありがとうございます。